西暦2099年、あのネクタリス戦役から10年の歳月が流れていた。連合軍との戦いに敗れた外地帝国は、各国の共同統治による厳しい監視のもとに置かれていた。誰もが平和が戻ったことを信じて疑わなかった。だが、生き延びた帝国軍将校と科学者たちは、連合国政府のやり方に不満を抱く財閥家からの資金援助を受け、極秘裏に新兵器の開発と武装蜂起の準備を進めていたのだ。プロジェクトネームはネオネクタリス。その動きをつかんだ連合国諜報部は、ついに彼らの秘密基地の在りかを突き止める。なんとそこは10年前の戦争の舞台となったネクタリスであった。外地の残党の野望を打ち砕くため、君が率いる特殊部隊は再び月面に降り立った。彼らが開発しつつある新兵器とは何なのか。今、命運はあなたの手に。ネクターを飛び立った外地軍の緊急避難艇、その行く先を探る連合国諜報部に衝撃的な報告が飛び込んできた。それは火星で発見された外地軍の秘密基地においてバイオ兵器の開発が成功したらしいというものだった。自ら進化していくというバイオ兵器、月面での戦いはそのための時間稼ぎでしかなかったのだ。君に課せられた任務はただ一つ、火星に向かいバイオ兵器とともに外地の残党を殲滅することだ。今、人類の未来はあなたの手に。2099年11月10日、君が率いる連合軍特殊部隊は火星にある外地軍本部を制圧し、バイオ兵器のコアを破壊することに成功した。ここに戦争は終結したのだ。圧倒的に不利な状況の中で果敢に戦って成功を収めた君の活躍は、歴史と人々の心の中に永遠に刻み込まれることだろう。おめでとう。すべての任務は完了した。